エスメラルダスケニエスメラルダス出身のプロサッカー選手。エクアドル代表。スペインプリメーラディビションのビジャレアル CF に所属している。ポジションは DF。2011年にルジュキとのユースアカデミーに入団。2015年に17歳でトップチームに昇格し、2月1日の CDL ナショナル戦でプロデビュー。以降重大ながら先発に定着。 2016年7月29日、プレミアリーグのワトフォード FC と契約し、提携チームのグラナダ CF へのローン移籍が決定。B チームを経て2017年4月5日のデポルティーボ・ラ・コリューニャ戦で、ラリーが初出場。2017から18シーズンは、UD アルメリアでプレー。2018年8月9日、RCD マヨルカへのローン移籍に合意。 2018から19シーズンは23試合に得点を記録し、チームの2012から13シーズン以来のリーガ復帰に貢献した。2019年7月3日、CA をさすないの2年間のローン遺跡が発表された。2020年9月15日、ビジャレアル CF と7年契約を締結した。2015年に、 チリで開催された FIFAU-17 ワールドカップに U-17 エクアドル代表として出場。2017年には韓国で開催された 2017FIFAU-20 ワールドカップに出場。ESPN が選ぶ U2 例は都会の注目獣選手として注目された。ありがとうございます。